今日はな北海道の人の本当のグルメを、うん、本当のグルメを紹介しますよ、うん、これ海苔がありますよね。海苔がありますね。でわさびを軽く引きます。引くんですよ、うん、わさびを引くってあまり言葉ないですけど、うん、でこの高級食材イクラ、うん、まあ、よくダジャレで言いますけどそういうイクラですよね。これ乗っけて、うん、もう海苔に、うん、まあ巻くというよりももう包み込むようにして、うんうん、これもう溢れてますよ。もうベッタベタもん、うん、ベッタベタだもん、うん、で食べちゃうんですねこれで。うまっ、うまい、うん、でビールと、うん、うまい、これだ、ベッタベタだよ、うん、